ロードシルクチャンネルへようこそ。シルクロードの個人チャンネルでございます。本日の動画はですね、いや来ましたよ、1年に1回のスペシャルなパック、ハイクラスパック V スターユニバースの開封でございます。まあ私ポケモンをやっていてですね、ゲームもやってるんですけど、今ポケモンカード、はい、むちゃくちゃ僕がやってるカードゲームでございます。これなんか懐かしいよ。これ僕がね、まあメイン級に使っているデッキ、パルキアのデッキなんですけど、1年の最後の方にね、レギュレーション改定とかがあって使えなくなってしまうカードとかがあるわけですよ。なんかね、下の方にアルファベット書いてあって ABCDEF みたいな、まあ来年からどうもね、D が使えなくなると、 ABCD が使えなくなるんですよ。だから EF で G が次出てくるのかな。で、僕のねこの使ってるパルキアのデッキなんてね、もう D のカードばっかりなんですよ。だから今年までしか使えないみたいなカードめっちゃ多くて、回収ネット、クイックボール、あとは普通の釣り竿、進化のこう裏工作に必要なねジメレオンと、あとインテレオン、たっぷりバケツなどなど、結構なカードがね使えなくなってしまうんですよ。で、今年のね最後の方に出るという V スターユニバースという特別なパック、これがですね、まあハイクラスパックなので少々高いんですが、マジでねやべえカードが目白押しなんですよ。今年を象徴するような、本当にそういったねカードたちがね全部入ってるっていう。で、なんと今回 V スターユニバース、なんかスペシャルなアートのパックがね存在してるらしくてですね、それが9枚全部なんかオリジナルなアートで、ポチエナとか、ビッパ、ピカチュウみたいなね、すごい可愛いポケモンたち、パラスとかを9枚全部並べて絵にできるみたいな、そういうパックが稀に存在するらしいです。あ、そのパックがマジで引けないらしい。で、しかもですね、そのパックしか、そのさっき言ったピカチュウとかビッパとかのスペシャルなアートのやつは入ってないんだって。だから9枚同時で当てない限り絶対に手に入らないっていう。で、ピカチュウが1枚ね9000円ぐらい今するらしい。で、他のカードもほとんど全部1000円ぐらいする。で、そのぐらい本当に当たらない9枚同時封入らしいよ。ちょっとね、今回はそれも狙いつつで、ね、今回ね、全部スペシャルアートレアとかがマジでかっけえ。僕が欲しいのはですね、 UR の4枚、今回ね UR がパルキア、ディアルがアルセウス、ギラティナなんですよ。で、全部 V スターと、その UR がなんか4枚をつなげられるんだよね。左にオリジンパルキア、右にオリジンディアルが、真ん中にアルセウス、上にギラティナっていう、マジでかっこいいレアなんですよね。ちなみに一番高いのはね、ギラティナらしいです。俺が欲しいのはね、まああらかた決まっていてですね、翡翠ゾロアークのアートですね。めちゃくちゃアートレア、すげえかっこいいね。後ろがね、なんかこう金屏風みたいな、和柄みたいなね、翡翠ゾロアークがあるんですよ。それはクソかっこいいんで欲しいです。あとはね、七かまど博士のね、博士の研究があるんですけど、あまりにも正面向きすぎてて怖いんですよ。なんかプレッシャー半端じゃないんですよね。あれはね、そんなに欲しいとはなんないな、正直。でも赤城のボスの指令は結構かっこいいな。一番欲しいのなんだろうな。そもそも今回のトップレア、要はパックから出てきて、これ当たったらすごい高いですよみたいな、価値ありますよみたいなカードが、カミツレのきらめきかな。これがね、大体1万、今2万円ぐらいするのかな。買い取りだったっけ、どっちか忘れたけど。あとね、カイ、水ポケモンとグッズをね、持ってこれるっていう、むっちゃくちゃ強いね、カイちゃんっていうね、女の子がいるんですけど、そのカイちゃんのね、SR、あ、今俺、SR じゃないかデッキに入れてるの、HR かな、多分。あ、いた。この子、今これ HR なんですけど、まあ、もちろん SR も持ってます。で、この HR のこのカイちゃん、これのスペシャルなアートが入ってるらしい。その回がむちゃくちゃ高い、3万ぐらいする。でも正直ね、今回何当たっても嬉しいパックになってるんで、どんどん開けていこうと思います。それではね、 V スターユニバース開けていきたいと思います。あ、ちなみに1ボックス見せますね。これ、こちらです。 V スターユニバース、今年を代表するポケモンがいっぱいいるよね。オリジンディアルガとパルキアでしょ。で、まあ、コロトックは一回置いといて、まあ、翡翠ヌメルゴンもそうだね。アルセウスだったり、翡翠ゾロアクだったり、翡翠くんね、ウォーターツールボックスが入りましたから。よし、早速開けていこう。はい、なんと今回6ボックスで、開けていきますか。これね、めちゃくちゃ楽しみにしてました。このね、V スターユニバースは本当に楽しみにしてた。さあ、開けていきます。今回のイラストはね、ルナトーンだったり、まあ、ソルロックだったりね、真ん中のルカリオ、これ、たける時のルカリオかな。で、逆側。これね、ラティアス、そしてメタモン、ビッパですね。このビッパ結構強いから欲しいですね。さあ、ハイクラスパック、V スターユニバース。それでは、ワンボックス目、開封！うわぁ、何が当たるか楽しみ。それでは、見ていこう。さあ、ワンボックス目開け終わりました。結構ね、欲しいの、俺、波のベールのマナフィ欲しいんだよね。あれもね、すごい特別なアートになってる。それでは、見ていきましょう。せーの。じゃん。お、パラスだ。
ダブルターボエネルギー、おフリーザー、冥黒チャージのフリーザー、イラストバカかっこいいねこれね、木と木の間に、うーわーかっこいい、冥黒チャージのガラルフリーザーでございますと。これが、AR っていうアートレアでございますね。これに SAR っていうスペシャルアートレアっていうのもあります。ガラルフリーザー、うわ来たー、リザードン V スター、こちら今ね1万円ぐらいします。来たー、いきなり当たりです、大当たり、リザードン V スターのスペシャルアートレアですね。うーわかっけえ、いきなり大当たり、マジで、うわスリーブスリーブガチで、うーわはいやー当たり出すの、ガチで、うわバカ嬉しい、いきなりですよマジで、本当に本当に大当たり、これやった。どんどん見ていくか、ニルタンク、あデオキシス、踊り鳥、あ踊り鳥のねアートレアも欲しいんだよな。あギラティナ V、 今回のねこれダブルレアなんだけど、あの新バージョンのイラストですね。マグマの滝壺、今回このねなんか特別な加工のミラー仕様があるみたいな、キラキラ、あ可愛いトレッキングシューズ、ちょっと子供の絵みたいな可愛いね、あの仕様になってます今回。これはねトレッキングシューズだけじゃなくて、ハイパーボールだったりレスキュータンカーもねこんな感じなんですよ。ナタネの楽器、林亀、あっレジギガス V スターですね今回初、お来た空の封印石、このレジギガスのねあのスペシャルアートもねめちゃくちゃかっこいいっす。これいいね、スターオーダーっていうね特性をねポケモンに付与できる、空の封印石ね、自分の番に使える、自分の、この番自分の種ポケモンのポケモン V が使う技のダメージで相手のバトル場の、ポケモン V スター V マックスを気絶したなら再度1枚多く取る、これ強いな普通に。サポートもね欲しいけど、おお来た、へっちゃら顔、このビッパ結構使いやすそうなんで、あしかもこれミラーじゃん、あまた出てきたビッパ、今回のこのビッパ強いんすよ、このポケモンはベンチにいる限り技のダメージを受けないっていう特性がマジ強いんだよねこいつ。あの HP が70の方のねビッパいたんですけど、あいつはねなんか転がるかなんか覚えてるやつなんですけど、このねあの特性優秀なんでね、ちょっと僕こっちのビッパに変えたいですね。メタルトランスのゾウタ君、おーかいですね、ただきめき、おお来たミュウ、バカ強ポケモンね、はい、いまだにこいつ環境トップにいますからね、ミュウ VMAX、 おいきなり変化のメタモンね、これあのポケモン GO で僕ショートの動画でも出したんですけど、めくったらあのビッパとかドンネルだったポケモンがあのシールになっててめくるとメタモンになってるっていうね、あの仕様のやつが新イラストでこうやって入ってます。今回はねあの変化することなくメタモンで登場してます。アブソル、お来た、今回のねあの SR 基本エネルギー悪、これかっこいいよね、角度変えると悪エネルギーのほらちょっと加工がされてたりとか、角度で見えるかな、これねモンスターボールになるんですよ、ほらここね、ここモンスターボール上の方見て、ちょっとモンスターボールになったりとか、これかっこいいなこの SR、 よしエネルギー、さああとは何が出る、おエンテイ V、 いいですね、うわ使えるカードばっか、おラティアスの AR アートレア出ました、うわかわいい、レッドアシスト、これねあのブルーアシストレッドアシストっつって、ラティアスとラティオスでこうなんかお互いねエネルギーをこう張り合えるみたいな感じですね、超エネルギーをこう張り合えるっていう、洗濯物干してんのかなこれ、取ってんのかな、引っかかっちゃったのかな、お今回の新規イラストのミュウ、鼻でか、このミュウかわいいよね、ちょっとこれ揃ったら俺ミュウデッキのミュウこっちにしようかな、このミュウかわいいから好きです。こだわりベルト、翡翠ゾラークブイスター、翡翠ゾラークブイスター出ましたね、まあこのまあ、翡翠ゾラクブイスター、このやつもかっこいいんだけど、俺が欲しいのはスペシャルアートの方です。うん、これはね、イラスト前回とは違うんですけど、しかもまあ前回のイラストより俺こっちの方が好きなんだけど、こいつよりね、今回のスペシャルアートレアのやつがやばすぎるんでね、かっこいいからちょっと、こいつにすることはなさそうだけど。あ、メロン!おお、スペシャルアートレアのメロンが出ました。今回でこれ3種類目なのかな、イラスト。まあ普通のやつも含めたらあれだけど。僕メロンね、どっちも、イラストのやつ持ってるんで、新しい新規イラストのメロンですね。いやー、かわいい。パンケーキ作ってて、結構いろんな後ろにポケモンがいますね。タコさんウインナーとパンケーキを一緒に炒めるっていう。まあ焼いてんのかな?わけわかんないことしてますけど。これね、雪ハミが後ろにこうやっていて、オムライスの雪ハミなんですよ、これ。かわいいよね。で、しかも、見て、これ、氷っぽ、ここに。うわー、いいね。さあ、残り少ないのでどんどん見ていきましょう、ルナトーン。あ、来たー!これ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 !これ欲しかったんよ!マナフィー、ナミノベール。これマジかっこいいよね。かっこいいっすか?かわいいか。いろんなポケモンがね、いるんですよ、これ。ほら、全部ね、周りにいんの、これ。ポケモンですからね。これ欲しかったんよ。いや、やったぜ。このアートレアは嬉しい。マナフィーね、使えるし。ギラティナ V スター。ジバコイル、あこのビーダルかわいい、働く前歯、これもね今年まあ相当皆さん使ったんじゃないですか、ビーダル、もう働く気しかないビーダルですね。前回のねビーダルは働く前歯というのは名ばかりにね、本当に働く気のなさそうな座り方してたんですよ。この働く気あるからちょっとこっちに変えようかな。
ガラルファイヤー V 来ましたね。幻影変化のゾロ枠、これ絶対ね、来年使うと思うんで持っときましょう。あ、輝く枠はルチャブルでございました。できれば月光が良かった。うん、あと輝く電磁虫、今回ねある出るやつ。あ、でも一番欲しいのは輝く無限ダイナ、あいつやばいんでね。まあ多分今日出るかどうか分かんないけど、出したら見せますね。クッソ強いんですよ。VMAX のポケモンを一気に出せるっていうバケモンみたいなね性能してるんで、ちょっと出たらいいですね。輝くルチャブルと踊り鳥と。おお、面白い。はいはい、今回のね、当たりはこんな感じでございます。正直言います、まあ1ボックス目勝ちましたね。これいいですよ。なんせね、メロンはまあメロンはもう結構ね人気だし強いからあれなんだけど、リザードンクイスターが当たった時でも勝ちです。リザードンは本当にねやっぱ人気ポケモンなんでね、もうこれ当たった瞬間勝ちよ。よし、じゃあガンガン飛ばしていきましょう。2ボックス目開けます。まだ僕のね、こう欲しいって言ってるアートレアはまだマナフィーぐらいかな出てんの。ワンボックス目リザードンを引いたから結構当たりって感じだったけどね。それでは開けましょう。やっぱ当たって嬉しいものはね、このやっぱ SAR いいっすよね、本当にいい。それでは2ボックス目見ていきましょう。さあ何が出る。お、ダークパッチだ、いいね。ダークパッチ、お、ガラルフリーザー、さっきと同じ感じできたね。あ、ブリムオンってことはブリムオン VMAX 入ってるな。これブリムオン、空の噴石、お、翡翠丸マイン、おー来たー、輝く無限ダイナー当たり枠。こいつっすよ、クライマックスゲート。自分の番にこのカードを手札からベンチに出した時1回使えて、使ったなら自分の番は終わる。自分の山札からポケモン VMAX を2枚まで選びベンチに出す、そして山札を切ると。いきなりだからミュー VMAX が出せるってことだよね。やばすぎるこいつ。うわー嬉しい。てかマジレジデッキさ、またさらに安く作れそうだねこれ。お、ラティアス、あとなんだ、お、ブリムオン VMAX SAR でございます。こいつね、魔女の領域、自分の場に1回使える、自分の場のポケモンに乗っているダメ感を2回まで選び相手のバトルポケモンに乗せ替える。うん、まあどうなんだろう。 SAR 出ましたね。回出ねえかな。ファン、さあ誰が出る。お、マナフィー、ありがとう。怪力 VMAX、 そっかお前入ってんだ今回、忘れてた、ごめん。幻影変化 のドロワークでしょ。トレッキングシューズ、ギラティナ、すごいな今回ちょっと見せるものが多いね。ディアンシーのね、アートのレアもかっこいいんだよね。ドーミラー、レスキューキャリー、レッグザ VMAX 来た。僕の元相方ですね。はい、一番最初に作ったデッキですよ、レッグザ VMAX。 ヨノワール、おー、いいね、雷エネルギー、 SR、 ロース、踊り鳥、レジギガス、おー、新規イラストのルカリオ、かっこいいですね。レジアイス、翡翠バスラオ、ルナトーン、ハイパーボール、かわいい。エンテイ V、 はい、お、冷酷チャージのフリーザ、ガラルフリーザね、これもね、新しいイラストなんですよね。これも、ね、ガラルファイヤー、ジャークチャージね、ガラルファイヤーも強いよな。ハガクレポンチョね、優秀ですよこれ。相手からね、これつけると手札からねボスとかで効果受けないんで引きずり出されないで済むんですよ。クロバットとのデッキ強かったよねこれね。ビッパー、お、次なんだろう、はい、あー翡翠大剣気いましたね。お、剣客チャージのガラルサンダー、不思議な尻尾ミュー、さあ、お、ミュウちゃん、お、レッカーの翼のファイヤー、奈落の裏門のゲンガー、キュアはローストバラとかね、おなじみのって感じかな。働く前は、うわ、2ボックス目はちょっとあれだったかもな。まあ輝く無限大の当たったからいいですけど、ちょっと僕の中では渋めな当たりでしたね。マナフィー出てくれたの嬉しいね。で、アートレアでね1個思い出したやつがあるわ。踊り鳥欲しいです。さあ3ボックス目、これ UR 引いたら熱いな。きてえな UR、 今回の UR はマジかっこいいんでね、ポケモンカード大好きな人だったら多分揃える気満々できてると思うんだよな。UR は4連スクリューダウンとかにあれ飾りたいよね。いや、あとあれだね、アートレアのやつ、9枚同時封入じゃないと当たらないやつ、あれちょっとまだ出ないね、さすがにまだ出ないな。では開けましょう。でもハイクラスパックはさ、あれだね、1パックの枚数が多いから開封が楽ですね。3ボックス目見ていきましょう。ヌメラスタープです。お、来た、これウケるよな、これめっちゃ面白くない、これ。これドンメルかと思いきやメタモンだからね、これ。あ、この子ね、この右の子、これメタモンです。いきなり変化してんの、これもうだから変化してんだよね。
前回はあのカードで変化してたんだけど、今回ね完全にイラストで変化しにかかってます。これもうドンベルなんだよな。あ、リービア V スター、いいね。ゾロワークでしょ、ディアンシー。わー、こうやって再録されてるカード見るけど強いな。ミュウ、かわいい。ストリンガーね。お、輝く月光が素晴らしい。もう勝ちだやった、輝く月光がね。もうこいつはマジで強い。どのデッキでも入れる可能性がある。神連れ、はい、ブーバーン、エレブ、ミラジュゲット、ロストスイーパー、ミカルゲ、呪いのことづけのミカルゲ。お、コロトックだ。うわ、ちっちゃコロトック、なんか奏でてますけど。うわー、翡翠大剣気 SAR 出ましたね。翡翠大剣気のこれかっこいいな。このイラストいいわ、俺好きですね、この和風な感じね。ちょっとこうね、秋っぽいね。うん、これいいですね。うわ、これおしゃれやな。これ光り方もおしゃれ、雲の感じと山の感じとさ、この水面もいいですね。さて、どんどん見ていきましょう、何が出るか。 SR 何かな。お、ソルロック、ソルロックのアートレア、翡翠大剣気。さあさあ、何が。トレッキングシューズね、これ何枚あってもいいですからね。あ、ドラピオン V、 そっかね、ミューキラーのドラピオンですね。さあさあ、何が。モココはあれなのかな、多分ミライドンが電気の可能性あるから、それと使ってねみたいな感じかな。もうシルッとレジドラゴン、翡翠ドロワーク、ミュウ不思議な尻尾ね。お、トーエネ、 SR のトーエネが出ました。ルナトーン、まだ SR 出てないもんね。レスキューキャリー、ミュウツーブイスターね、かっこよかったね。このミュウツーブイスター、最初出てきた時のこのスターレイドさ、むちゃくちゃ強えやんと思ったけど、これ V だけだったっていうね。ポケモン V にだけダメージが入るっていう。俺これ最初ポケモン V だけじゃなくて全員だと思ってたから、いや全員に120だったらもう裏工作終わりじゃんと思ってたけど、さすがにそこまではいきませんでしたね。ミルタンク、ラティオス、ラプラス、メロン、モミ、あ、ザシアン、剣の方向、メタモン、ボス、ホクスライ、チエナ。お、そろそろ来んじゃない。あ、オリジンパルキア V スター。今回のこのトリプル R、 これはね、俺はそんなにこのイラスト好きじゃないです。はい、前回のが俺は好き。あ、働く気があるやつ。あれ SR 出たっけ。うわ、出てね。あ、ザシアとザマゼンタ、はいはいはい。 SR 出なかったよね多分ね。てかさっきさ、今思ったけど2枚箱か、じゃあ1箱目。そうだよね、メロンとリザードンだもんね。そうだね、いや1箱目やばかったな。ほら、ワンボックス目やばくね。メロンと今思ったらね、リザードン、SAR2 枚出てるもんね。やば、ワンボックス目熱かったな、こう考えると。じゃあ4ボックス目いきまーす。いやー、ちょっとゾロワーク欲しいな。さすがにこっから全部ゾロワークなわけないからな。よし、4ボックス目いきます。お、ネオラント、怖いなこのイラスト。ちょっとネオラントはまあね、こいつに変えうるポケモンいないんで使うでしょうよ。またあ、かわいい、ラプラス、めっちゃかわいい。このラプラス、アートレア、ラプラスめっちゃかわいいね。これレイジングフリーズ、こっち向いてる。あ、リザードンブイスター、ミュウ結構出るな。おー、草エネルギー、かわいい。これ、あ、絡みやすいね。モンスターボールと草エネって、トロネコ、ヌメラ、ノマル、トレッキングシューズ、ドラピオン、アクロマとかね、レスキューキャリー。あー、オリジンディアルが出たね。ソルロック、ウーバーン、ハイパーボール、ゾロワーク、空の封印石、ミュウ V マックス、ザマゼンタ、輝くサーナイト、そうか、君を出るのか。さあ、何が出る、何が出るんだい。ロストスイーパー、この、お、エレキブルだ、アートレアエレキブル。これかわいいね。なんか今回さ、エレキブルとブーバーンがなんか友達っぽく映ってるの多くてかわいいわ。これの後ろに、せーの、はい、ザマゼンタ、え、おしゃれ、へえ、ザマゼンタの SAR ですね。めちゃくちゃおしゃれやなこれ。イラスト好きですこれ。これは結構お気に入りかも、ビーダル。あー、このビーダル嬉しい、アートレアの。あ、ザマゼンタまた出た。おー、このビーダルかわいいわ、これ使ってあげたいね。これ、3枚、4枚で揃えたいわ。うわー、どうだろうな。全部 AR のやつ当てたいけどな。
9枚全部オリジナルイラストのやつ、あれ当てたいですけど、うわなかなか、そうだな、まあ当たり枠ばっかだから今回のボックスは、まあ、かなりね満足はもうすでにしてはいるんですが、いやここからちょっと盛り上げていきたいな。5ボックス目開けまーす。せーの、うわちょっと翡翠ゾロアーク当てたい、マジ見せたい、あのイラストのかっこよさを。何が出る、次のボックス。お、バオッキー V スターね。バオッキー V スターのね SAR が有名なイラストレーターさんのね、あのイラストなんでね、ちょっとそれも欲しいですけど。おお、ハイパーリザードン V、 意外ととかね、 S 級キャリー、おお、メタモンまた出た、これやミュウツー V スター、ミュウツー V、 空の封印石、ダークパッチ、おーいいね、回避、あー輝く無限大な来た、嬉しい、輝く枠は無限大な欲しいっすね、できるだけ月光眼も欲しいけど。お、磁場コイルのアートレアですね。お、なにお前かわいい、レアコイルとかコイルも働いてるわ、なんかこの何工場か知らんけど、翡翠丸舞。さあ不思議な尻尾ミュウ、いや、踊り鳥のアートレア出ねえな、欲しいんすけど。怪力 VMAX、 怪、お、雷エネルギー、フリーザーめっちゃ出る、あ、来たー踊り鳥、言ってたら出ました、踊り鳥のアートレア、これめっちゃ欲しかった、かわいい、これ熱血レッスンの踊り鳥ね、これ嬉しいっすね。あ、マナフィーも出ましたね。お、ってか、お、え、あれ今さ、これさ全部 AR アートレアパックだね、これ。カラルフリーザー、ジバコイル、メタモン、踊り鳥、マナフィ、ミュウ、今回のアートレアの当たり枠ですね、ミュウ、不思議な尻尾ミュウですね、ミュウ、ソウルロック、あ、ブリムオン V、 スイくんだ、うわー、スイくんかっこいい、おしゃれやね。お、ライコ、すげえ、 SAR スイくん、ライコ、ザシアン、エンテーであってほしかった。え、ゼラオラ V スター、はい、来たー、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、そんなわけねえな、ワンパックじゃねえな、けどやばいねこれ、ここからスタートしてさ、このアートレア続きの後、ミュウ出て、スイくん、ライコー出た後、ザシアン出てのカイだぜ、うわーやば、カイ出ました、うわ嬉しい、これはやばい、うわバカ興奮する、カイ出たわ、今回の多分サポート枠では一番レア度高いですね、カイ出ました、カミツレかカイなんだよ今回高いの、カイ出ましたね、トップレアだねこれは間違いなく、やった嬉しい、しかも俺が欲しい AR、 踊り鳥もマナフィーもミュウも出たから、でこの3枚、いやこの4枚か、この4枚の、スペシャルアートレアですね、ゼラオラ V スター、ザシアン V、 ライコー V、 スイクン V、 うわ嬉しい、え、大当たり引いたくさくない？これこれ大当たりやろ、てかリザードン V スターとカイが出てる時点でもう大当たりやろ、いいじゃん、え、いいじゃん、いいじゃん、全体的に結果がいいぞ、まあ、まだなんかあるかもしれんから、ちょっと開けていきましょうね、見よ見よ、もう開けてんだわ、もう開けてるわ、もううねりの扇ってもう使わないよ、だってもうあんまりね、もう結構十分なところありますけど、一応ね期待だけはしておきます。なんか出ます、なんか出ます、なんか出ますか、うん、まあいや翡翠の仲間たちと貝が出たから、やばかったな、このボックスやばかったわマジで、これはでかいっすね、うわ最後の方のボックスにかけて物語がありますね、この調子でいったら最後のボックスやばいんじゃない、大当たり出る気がしてきたわ、もう貝引いてる時点で大当たりだし、リザードン V さんいるから大当たりなんだけど、まだなんかある気がする、もしやがあるぞこれ、もしやがあるぞ、じゃあ最後のボックスね、ちょっと期待度が高くなってますが、乗り越えられるでしょうその期待を、いきましょう、じゃあ開けましたんでね見ていきましょう、いや最後の最後で俺の目当てである翡翠ゾロアーク V スターか、UR かアートレア9枚か紙つれ、もうどれかは出てほしいと今願っております、それ出たらこの動画はもう上振れ中の上振れです、それでは最後のボックス見ましょう、いくぞ、ボギラティナ、さあここ大事よ、当ててこう、アルセウス、
ゼラオラブイスタ、雷屋根、雷屋根めっちゃ出るな、ステイビリ玉、トレッキングシューズ、あーまた出た、ガラルフリーザめっちゃ出るわ、大剣気、大剣気も新しいイラストだね、ボッキー V、 あ、ルチャブル、輝く枠埋まりました。お、なんだ、あーオリジンディアルガ V スターね、はい、うわ、何のポケモンだ、あ、ノコッチ、これかわいいんよ、ノコッチのアートレア、そういえば出てなかったね、これもうノコッチ多すぎるんだよね、これね、どのノコッチ見たらいいかわかんないんだけど、とりあえず見るべきはこれでしょう、あの洗濯物に埋もれてるっていうね、潜ってる、かわいいよね。さあこの次が多分スペシャルアートレア、せーの、スイくん、スイくんか、まあもう出てるけどな、スイくんはな、まあかっこいいからよしとしましょう一旦、いや頼む、まだ出ろ、ミュウツー、頼む頼む頼む、最後出ろ、頼むて、コロトック、オリジンディアルガ、あ、やばい、あ、終わった終わりました、はい、はい、終わりましたとりあえず、5ボックス目が一番やばかったわ、やばすぎた、はい、ということでね、すべての、ボックスを開封し終わりました。今回の、スペシャルアートレアはですね、スイくんが、2枚、そしてライコで、ザシアン、ザマゼンタ、大剣気 V、 ブリムオンの VMAX、 ゼラオラ V スター、そしてリザードン V スター、メロン、カイでございます。正直言ってほんとガチ、この2枚だけで相当よ、この2枚だけでね、大勝利ってぐらい、もう OK っていうレベルの当たりです。で、あとはね、もうこの辺のスペシャルアートはめちゃくちゃかっこいいんだけど、まあ、カイとリザードン V スターかな、この2枚がちょっと飛び抜けていいカードかな、この2枚はマジでいい、すげえ価値がある今、うーわー、人気カードを2枚を当てたっていうね。まあ、スイ君とかライコとか、これイラストめちゃくちゃかっこいいよね。ザマゼン、もうザマゼンタやばいな、マジで。ザシアンザマゼンタめっちゃかっこいい。うわぁ、いい当たりですよ、これは。僕的にね、当たって嬉しかったのは、このアートレアはね、ビーダルと、オドリドリと、これマナフィーがね、3枚かな。で、ミュウね。このミュウ嬉しい。不思議な尻尾ミュウ、これめっちゃかわいいんだよね。身をかじったまま寝ちゃってんの、これ。で、その周りにね、ほら、ファンシーなポケモンたちがこうやって、あー寝ちゃったミュウみたいな感じで見守ってんだよ。これいいですよね。このイラストめっちゃいいのよね。この辺のね、新規イラスト、この可愛いイラスト集、ね、ハイパーボール、あとレスキューキャリー、ロストスイーパー、トレッキングシューズ、このね、可愛い絵シリーズも結構僕は気に入ってます。はい、ということで、今回のいかがだったでしょうか。6ボックス開けた結果なんですけど、まあ僕的には満足はしてます。うん、もうカイとリザードン V スター当たった時点で良かったし、まあ踊り鳥マナビっていうね、欲しいカード当たって、ミュウのね、アートレアも当たってと、まあ惜しくも紙釣れは当たんなかったんですけど、まあ無限ダイナもね、なんだかんだ2枚当たって、月光が1枚当たってるんで、まあ輝く枠も問題ないかなと。で、やっぱね、汎用性の高い強いカードがものすごくね、ノーマル枠でも入ってて、まあ、ミュウだったりね、ビーダルだったりね、ビッパだったりって、この辺のカードはめちゃくちゃいいカードなんじゃから、これも嬉しい。今回収録されたね、この V スターパワーを付与できるグッズ、封印石系熱、空の封印石、これもね、まあ嬉しいでしょ。ダブルレア枠なんだけど、俺的に嬉しいのはやっぱミュウですかね。このね、ミュウのイラストは可愛いんで、僕のミュウのデッキちょっとこれに変えようかなと思ってます。ミュウね、可愛い、まあ、トリプル R なんだけど、まあ、これはね、まあ、正直そんなに気にしてはなかったな。でもまあリビア V スターっていうね、このカード再録されると僕思ってなかったんで、入ってたのが嬉しかったのと、まああとエクザ V マックス当たったのもちょっと嬉しかったな。ですかね。この辺はまあリビア V スターが嬉しいです。というわけでね、今回は以上でございます。まあとりあえずカイが当たって嬉しいです。カイとリザードが当たって嬉しい。あとこれをね、僕のストレージにこうガンガン詰めていくという作業をするんですけど、まあ踊り鳥と、まあ、マナフィーかな、この辺はちょっと入れ替えますか。まあ、今回はこんなもんですかね。いや、 V スターユニバースね、とっても魅力的なボックスでございました。なんかこの1年の最後の締めくくりに本当にね向いてる
V スターユニバースで今年が閉まってよかったなって思えるような、ボックスでございましたよ。これハイクラスパックってやっぱあれだよね、すごいテンション上がるよね。いや嬉しいな、マジで嬉しいな。この SAR シリーズはめちゃくちゃ嬉しいから、もうすぐね入れます。いやトップレア嬉しいな、やっぱ弾けんの。僕の動画って基本的にさ、あのボックス、このボックスからこれ出たら一番こう高価ですよっていうカードほぼ当ててる気がするんだよね。前のねルギアの SA といいさ、スペシャルアートといい、今回のカイといいさ、相当俺引き運強いと思うんだねまあといった、動画の内容でございました。皆さんもね、あの V スターユニバースあの買ったら何がだったかね、ぜひコメント欄で教えてください。ということでこの動画を締めたいと思います。それでは。